さあ、早速皆様から一言ずつご挨拶をいただきたいと思うんですが、先ほど申し上げたように140以上の映画館で今、このカメラ、あ、ね、そうですね。意識しながらまずはご挨拶いただければと思います。まずは、本作の主人公、コンビニのアルバイトで生計を立てながら、罪を犯した人の更生に努める保護司、阿川佳代役、有村架純さん、お願いします。こんにちは、有村架純です。お休み、土曜日の朝早くから映画をご覧になってくださってありがとうございます。また、このような、いろんなことにまた敏感にならなければならない時期に、こうして、足を運んでくださってとても感謝しています。今日は少しですが、最後までよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。続きまして、阿川の保護観察対象者で真面目に取り組んでいたんですが、ある事件の容疑者として追われる身になってしまう、工藤誠役、森田剛さん、お願いします。皆さん、こんにちは。森田剛です。土曜日の朝から映画を見る人はどんな人なんだろうと思って、ちょっと、楽しみにしてきました。短い時間ですが、よろしくお願いします。ありがたいことです。朝早くから。続きまして、工藤刑事で阿川の中学時代同級生、滝本真二役、磯村隼人さん、お願いします。はい、こんにちは、磯村隼人です。昨日映画前科者公開して、本日このような舞台挨拶とともに、全国の、百何館のライブビューイングの皆さん、本当にありがとうございます。少しの間ですけれども楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして、突如工藤の前に現れる謎の男役、若葉龍也さん、お願いします。あ、こんにちは、はじめまして、若葉龍也です。映画館に映画を見に来てくれてありがとうございます。短い時間ですがゆっくりしてってください。よろしくお願いいたします。最後に、本作の脚本監督を務めた岸義行監督、お願いします。こんにちは、今日はありがとうございました。全国の皆さんもきっと劇場で見ていらっしゃると思うんですが、精一杯楽しい会になるといいなと思ってます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、ここからお話を伺ってまいります。一旦フラッシュはお控えください。後ほどまたお時間ございます。ね、先ほどお話ありました、ついに昨日公開初日を迎えて、このお客様も、まあ、全国のお客様もまさに今映画を見終わったばかりと、全国でたくさんのお客様に足を運んでいただいております。公開されて改めて今のお気持ちを有村さん、森田さんに伺いましょう。有村さん、いかがですか。はい、昨日から、この本作が、公開になって、撮影自体はちょうど1年前ぐらいに、映画ドラマと撮影をしていて、本当に忘れられない2ヶ月間だったんですけど、そのなんかギュッと凝縮した濃厚な時間が、スクリーンでも映画を見たときに、こう、ぶわっとこう感じるものがあって、私的にはいろんな日々を、こう、走馬灯のように思い返しながら、試写を見させていただいたんですが、この作品は、とてもあらゆるメッセージ性があって、これだっていう一つのことを一概に言えないんですけども、皆さんが、これを見てどう感じて、くださるかっていうことがとても大切なのかなと思っていて、もうこの本作に共感してもらえるとかしてもらえないとかではなくて、それぞれの皆さんの考え方によってきっとこの先の皆さんが人と関わるときにどうしたらいいのかなとか、いろんな、なんか新しい世界が広がってくれたらいいなと思っています。なるほど。森田さん、いかがですか？公開を迎えて。あ、めちゃくちゃ嬉しいです。なんか撮影は本当1年前で、すごく寒い時期だったんですけど、なんかずっと、自分の中で、やった役っていうのが残ってる感じまして、こうやって皆さんに大きいスクリーンで見ていただくっていうのはすごく感慨深いなと思うし、まあ、劇中すごくいいセリフというかいい言葉もたくさんあるんで、
たくさんの人に届いてほしいなと思ってます。ありがとうございます。そして本作で初めてその保護司という職業、あれボランティアでやっぱやってらっしゃるんだとか、いろんなことをね、感じた学んだ方もたくさんいると思います。有村さん、その保護司という役柄を通じて演じてみて気づかれたこと、思われたこと、どんなことがありましたか？保護司といっても本当にそれぞれの保護観察対象者の方との距離感っていうのはそれぞれ形があるみたいで、こう一応ルールとしては保護観察対象者の方にこうあまり深入りせず介入せず、見守るという形が、その保護司の中での正当なルールではあるんですけど、でも人と人なのでやっぱり距離感の詰め方やその人の寄り添い方っていうのはもう人それぞれあって、で佳代の保護司、佳代が、思う保護司とはっていうところで、どういうやり方があるだろうということで私は挑戦させていただいたんですけども、なんて言うんでしょう、人によってのパーソナルスペースっていうんですかね、そういったものもあるでしょうし、なので自分が人と関わること時にはそれをうまく見極められるこう目があったらいいなというふうに思いました。で、佳代の保護司、佳代が演じる保護司はこう何かに突き動かされるような衝動的なものもあったりして、人のために笑ったり泣いたり叫んだり怒ったりできることって素晴らしいなって思ったので、こう自分もこう見返りを求めることなく、やはり人に手を差し伸べることだったり寄り添うことだったりっていうことを積極的にできたらいいなと思いました。そしてその佳代の同級生であり今回磯村さん刑事役でした。演じられてみていかがでした？そうですね、自分が演じた滝本は本当にその、まあ、苦しい過去があって、それをその経験があったからこそ刑事という仕事を選んで、まあ、被害者遺族の苦しさだったり、まあ、被害者を出さない、そして加害者を生まないっていう、まあ、環境を作るためにこう日々事件を解決しようとしてるんですけど、まあ、その中でも今回一つの連続殺人事件を追っていく中で、阿川と再会し、そのお互いなんでしょうね、こう消えない傷というか過去の傷がまた痛み出す瞬間があったりと、すごく刑事をやりつつも違うベクトルでまた精神的に苦しい場面もあったりしたので、まあ、すごく複雑な心情を表現しなきゃいけないなと思いながら食らいついてやってましたね、はい、そして若葉さん、はい、多分皆さんこれ見終わったばっかりなんで、若葉さんってどんな人なんだろうっていうね、あ、はじめまして、普段はそういう感じなんですね。だって今回の役、まあ、もう言っていいんですよね、その弟さん役っていうね、はい、まあ、謎の男だった、はい、まあ、ただその銀髪にしたり、まあ、すごい役作り難しかったんだろうなと思うんですけども、監督とどんなやり取りをしながら、ね、役に入っていかれた、あと森田さんと共演してどうだったのか、その辺も聞きたいです。なんか役作りについて岸さんと深く話すっていうことよりも、はい、なんだろう、もう全部経験したことないことばかりだったので、ミノルの背景がなんでちょっとよく分からずやってましたけど。そうですか。いや、監督もちょっと笑ってますけど、今なんか全てを理解することはできないなってちょっと諦めた部分もあって、本当にまずは森田さんと対峙したときに自分の心がどう動くかっていうことだけでやった気がします。共演してみてどうでした、森田さんも。あ、僕はめちゃくちゃ動きましたね。なんかそう、ミノルの部屋のシーンが最初だったんですけど、あそこからですか、あれ初日ですね。ですよね、はい、初日もう、うわー、なんだこの人っていう、やばいやばいなこの人って白髪だったからじゃないですか。いや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 、なんか
ずーっと、あの、ヘアで、ぐっちゃぐちゃになってて、転がってて、で、うわー、やばいな。でもそこでなんかこう、触れる時間もあったりとか、あ、そうですか。なんか、たくさんあってよかったんですけどね。はい。若林さん、逆にどうでした、森田さんと共演して。いや、あの、本当一緒で、あの、初日に森田さんとこう、なんだ、体を触るっていう物理的な接触があったのが、本当になんか良かったというか、この、え、これ最初に撮るのってずっと思ってたんですけど、でもなんかよ、最初で良かったんだなと思って、スタッフの人たちがどこまで考えてくれたかわかんないですけど、すごい、うん、良かったなと思いました。そして監督。本作品はもちろんオリジナル、では、まあ、原作にはね、オリジナルストーリーになってるわけですけども、監督が本作を作り上げていく上で、ここにこだわった気をつけた点、どういうところがあるんでしょうか。そうですね、もう、被害者感情を持ってる方、加害者感情を持ってる方、それから、罪を償おうとしてる人、それを助けてあげようとしてる人、なんか普段、交わらない、人と人が、とにかくこの映画の中で交わって化学反応を起こす。そうなると、なんか人と人と関わるってどういうことなのか。そういうのが見えてくるんではないかと。そういう思いを込めて、脚本は書きました。実際皆さんね、もう見終わったばかりですが、改めていくつかのシーンを振り返りながら、実際のキャストの方にお話を伺っていこうと思います。まず最初のシーン、こちらですね。はい。お、出ますかね、これね。はい。あ、そうです。この映画、まあ、前科者といえばね、原作でもありますが、加代の作る牛丼映画でも描かれていました。あと、ラーメン屋さんでのやりとりとかね、やはりこうなんか食べるという食べ物も印象的でした。有村さん、森田さん、これ撮影中実際にこれ、結構食べるもんなんですか？量的、もう、がっつりと。どうなんですか、森田さん、有村さん。あ、食べます、食べます。あ、食べますか、はい、監督が、はい。食べろって言ったら、いいっていうまで食べるっていう、そうですね、はい、感じでしたけど、結構いいってなかなか監督言わなかったんですか、どうですか、どうでしたっけね、物理的に何テイクか取ら、はいはい、取りますもんね、はい、そうするとやっぱりその分食べなきゃいけないっていうのはありますけど、もう皆さんにもたっぷりと食べていただいたんですけど、もう本当有村さん最後ムッとしてたような気がするいやいやいや森田さんはそんなでもなくて有村さんちょっとここまで食べる必要あるんですかっていういやいやいや、とんでもないですそうですか、はい、でも噂によるとこう森田さんはラーメン屋さんでラーメンを たんまり食べた後、はい、牛丼も食べなきゃいけない日っていうのがあったみたいな そんな日があるんですか森田さんあったと思いますね、はい、でもなんか自分の中でなかったことにしてそれ辛かった、はい、食べましたけど、はい、まあ、でも監督が食べろといえば、はい、食べるんですというね、わかりました、ありがとうございます。さあ続いてのシーンですがこちらになりますね。これ有村さんと磯村さんのシーンですが、まあ、お二人はその役柄の距離感的にもあまり現場ではお話をされなかったというふうに伺っておりますけども、まあ、その間にちょうど牧田スポーツさんがいてこうね、その辺こうなんかちょっと楽しい感じにもしてくれていたというこれいかがだったんですか、そのお二人 の現場での感じは。そうですね、まあでもどうかな、そんなに別に喋らないようにしようという感じをしてたわけではないけど、なんかまあ必然的に口数は少なかったかもしれないですね、うん、役柄含めて、うん、何かをやっぱりこう保ちたいっていうのもありましたし、うんうんうん、なんか現場自体も常に緊張感のある中撮影してたので皆さん口数が少なかったんですよね。その中で唯一喋ってたのが牧田スポーツさんくらいでやめなさいじゃあこれ本当に2日前に牧田さんが SNS で、はい、磯村俺そんなに喋ってたかってちょっと気にしてた気にして突っ込まれたんですよ僕。でもそのなんか牧田さんがこういてくれたことで
初めてなんか私が笑えたって、そうちょっとこうほぐれたんで、はい、すごい助かりましたけどね。そうですね、あの牧田さんも役作りでとおっしゃってたので、うん、やっぱその役としてきっとこう場を温めようとしてたのかもしれないですけどね。別に一人でなんか普段から喋りまくってるってわけじゃない。これ磯村さんに苦言が呈された、うん、違うよっていう。はい、違いますよ、うん、なんでまたきっと記事見て牧田さんまた一言言ってくるかもしれないので一応ちゃんとここで否定しておこうかなと。そうですね、思いました。はい、そして続いて先ほどお話し出ましたこちらのシーンですけどもね、あのまさに初日だったということで、改めてこのシーンについて覚えていらっしゃること、こうだったな、こういう感じだったなってありますか？いやー、若葉さんの温度を感じたっていうか、まあそれはあの体に触れたっていうこともあるし、なんかお芝居の温度もそうだけど、そこで感じたものをなんか最後までこうキープできるようにっていうのは自分の中でずっと思って演じてましたね。はい、あのキャスティングをしていたスタッフの方に聞いたんですけども、あの森田剛さんというまあね、まあ、いわゆる演技に役者としてモンスターがいると、それに対峙するには誰だってなった時にやっぱりこれもモンスターをぶつけないとダメだって言って若葉さんをキャスティングしたっていうね。ええ、モンスターですか？いやモンスターですか、真面目に答えられてます、まあ、例えですけれども、はいはい、同じぐらいのやっぱりその力を持ってる人同士がぶつからないとこれちゃんといいシーンにならないぞっていう、はい、逆にその森田さんとガツンとぶつかってみて、真正面からぶつかっていかがだったんですか、若葉さん。いやなんか、いやなんだろうな、昔からもちろん森田さんのことを知っていたので、はい、なんか最初はあ、森田剛さんだとかって思ってたんですけど、なんかやっぱシーンをやってる時に、なんか、ゲシュタルト崩壊じゃないですけど、ゲシュタルト崩壊、なんかこう、なんだろうな、あの距離感でやっぱり人を見ることってほとんどないので、うん、なんか、本当に、なんだろうな、役として見れていく瞬間が初日にあったっていうのはありますね。あの、今の話を受けていかがですか？役として見れるようになったっていう。いや僕もそう、僕はもうなんか、本当にもう驚いちゃったんで。そんなにやっぱ驚、あ、だって分かってても驚きますか、やっぱそんなに。はい、はい。で、なんかすごいもう珍られてんなって思いながらも、その、温度感っていうか、はあ、いうのはなんか、若葉さんにもらって、それを大事にしたいなっていうのはすごく初日で思ったことでしたね。なるほどね、はい、ありがとうございます。そしてもう一つこちらのシーン参りましょう。こちらです。はい、そうですね、もう皆さんご覧になってるんで、映画のクライマックスの、まあ、本当に緊迫したシーンでしたけれども、かよ、というキャラクターを象徴するシーンになったのではないかと。改めてこのシーンについて有村さん伺ってもいいですか？台本を読んだ時からやっぱりかよの感情のピークというかはずっとそこにあって、まあ、そのために逆算じゃないですけど、どう気持ちを積み上げていくかっていうのはすごく考えてて、でももう台本読んだ時のそのなんて言うんでしょう、こう胸から喉元までこう這い上がってくるような感情が、森田さん演じる工藤さんと実際にお芝居をして対峙して日々を積み重ねていくと、もうよりもう喉元まで止まるどころかもう口から出ちゃうみたいな、なんかそれぐらいこう溢れてくる感情がものすごくあって、で、うん、なんかあんまり覚えてないんですけど、そのビンタをしたところの感情だったりとか、ただ森田さんに対してビンタをするっていう任務だけのことしか考えられなくて、それは任務なんですか？もうとにかくやっぱり気持ちを込めてやらないと、もうただ痛いだけになってしまうし、もうとにかく本気でやるぞってこう心に誓ってその日を迎えました。そしてそのビンタを思いっきり受けた森田さん、いかがだったんですか？それは、いや、ものすごいものを持ってましたね、はい、いや、それ格闘家が相手を褒める時の言葉ですよね、はい、あの重いやつでしたね。そうですか、はい。でもなんか台本読んだ時にこのシーンをうわやりたいなって思って、なんか、
すごい長いシーンでしたし、ここでなんか有村さんに言われた言葉っていうのが全てというか、工藤にとってなんか救われる瞬間だったり、もう一回こう生きてみようって思えるあのシーンだったんで、すごく大事なシーンだったんですけど、このシーンでも本当に泣いたという方も多いんではないかというふうに、本当に印象的なシーンでした。ありがとうございました。さあ、ここでもう一つ、本作のタイトル前科者から派生した、質問をですね、皆さんにお願いしてるんですが、自分自身は前科者から派生して〇〇者、自分は〇〇者だなと、なんと皆さん自分のことをお考えになってるんでしょうか。書いていただきました。他はもうちょっと本作を少し離れて、軽い楽しい感じでやっていただいてもいいと。自分が丸々もの、なんと考えてるんでしょうか。じゃあまずは監督お願いします。はい、昇進者で、はい、ごめんなさい、僕もそうです。両側昇進者ですか。今しかないと思ってごめんなさい、今出しちゃいました。なんで昇進、まず監督なんで昇進者なんですか。いや、モンスターがものすごく多いので、毎日朝本当緊張しながら行ってたと。監督が緊張してたんですか。緊張してます、緊張してます。はい、だって指示を出して、なんとかやれ、なんとかやれって、ね、やっぱり有村さんに5杯目ラーメンお願いしますと言えないという。そこは遠慮しないでください。まあ本当にそういうことではないんですけども、やっぱり日々緊張しながら、仕事をしてますんで、ね、はい。全然若葉さん昇進者じゃないじゃないですか、あんな激しい。いや、そうなんです。僕は撮影前とか寝れなくなっちゃうタイプなんで。そうですか。そうです。はい。怖いですね。今回もじゃあ寝れない日ありました。本当に現場に行きたくなかったですね。はい。なるほどね。昇進者が二人続きましたけど、これ磯村さんは何者なんですか。発表してください。僕は気まぐれ者ですね。今有村さんが深くうなずいてますけど、そうだねみたいな。そう、そうだよね。なんかあるよね。多分結構ふわっとしてて、その場で、その場のその気持ちで動いたりして、あんまり計画しないでなんかやったりとか、まあ掃除しててもちょっと違うことに目いったらそっちの方急にやりだしたりとか、まあ、結構気まぐれですね。あ、はい、まあ、自分でもそれを別に楽しんでるところもあったりしてみたいなね。あ、ものすごい楽しんでます。それ役者としてもなんか演技とかもパッと変えたりとかしてこうやってみるとか。そうですね、気まぐれ演技してますね。気まぐれ演技、 あんまりいい言葉じゃない。それはしてないです。真面目にやってますよ。そうですか、そうですか、わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。森田さんは何者なんですか。ごめんなさい、ちょっとこんなのちょっとなんですけど、ごめんなさい、ほら全然ちゃんと書いてないじゃないですか。あれさっきちゃんと書いたって俺に言ってきて、で、若葉さんちゃんと書かないと思ったよとか言って、はい、全然自分がちゃんと書いてないじゃないですか。これ俺が書いたわけじゃなくて、俺何者かなって言ったら、はい、この絵が出てきて、出てきた、はい、だから分かんないですよね、俺も何者かっていうのは。いや、こっちが聞きたいですよ、それなんか。逆にどう思います？俺、何者。いや、でも、そうですよね。僕もそれ疑問だったんですよね。自分で何者って書くんだと思って。そう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 。僕が磯村さんとか、森田さんとか書くんだったら分かるんですけど。そう、今更言うのやめてください。もう文句言って。これ、有村さんってこれを見て何者なんですかね、森田さんは。じゃあ、若葉さんも、ですか。いや、この森田さんはどう見てもやっぱモンスターにしか見えないですけど。なるほどね。いや、でも、なんて言うんでしょう、実際はそういう方ではない。いや、そりゃそうでしょうけど。じゃ一言で言うと、じゃあ、もうごめんなさい、有村さん、もう名付けてください。何者ですか、森田さん。何者だと思いますか。もう昇進者です。昇進者ですか。昇進者ですか。わかりました。はい、ありがとうございます。では最後、有村さん何者なんでしょうか。はい、まあ、私も大きく言うと似てるんですけど、まあ、緊張しやすいものですかね。そうですか。うん。まあ、昇進者ですかね。割と堂々として見えがちなんですけど、はい、すごい手汗もかきますし、撮影前は寝れないですし、
常にドキドキしっぱなしですね。最後に森田さんから有村さん見たら何者なんですかね、これ。あ、でも緊張してる感じもなんか見せないんだろうなとは思ってましたけど、あの、そうですね。いや、でもなんか堂々としてるから緊張してるようには見えないですね、やっぱり。じゃ本当は緊張してるものではないんじゃないかというね。でも確か本人が言うんだから、あ、そうですね、あ、緊張してるもん、絶対そうだと思いますけどね。わかりました、はい、ありがとうございます。ではパネルを、はい、受け取りまして、はい、フォトセッションに移らせていただきます。はい、あ、すみません、失礼しました。まずパネルを受け取ります。失礼しました。で、お時間が来ましたので、この映画を、ご覧になった方、そして、まあ、楽しみにしている方に向けて挨拶をいただければと思います。有村さん、監督からいただきますが、じゃあまずは有村さん、お願いします。はい、本日はありがとうございました。そうですね、まあ、この作品が多くの方に届いてほしいとは思わないんですけど、見てくださった方の心に残る作品であってほしいなと思います。で、まあ、本当にこのまだ緊張感のある状況の中でも映画館に足をわざわざ運んでくださる方がいるということがとてももうそれだけで嬉しいですし、うん、この作品を見て、人を救う、人に寄り添う、人を許すということを改めて自分自身と向き合って考えていてくださる方が増えたら幸せだなと思います。いろいろ伝えたいことはたくさんあるんですけど、ちょっとうまくまとまりそうにないので、はい、あとは皆さんに委ねたいなと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。では監督お願いします。そうですね、自分の中にある優しさみたいなものをちょっと刺激したいなと思っていただけると、その優しさが、自分の友達家族だけじゃなくて隣近所あるいは、もっと遠くにいる人たちにも、思いを、想像するということにつながるような気がしています。そういう作品を、まあ、作ったつもりなので、もし響いた方がいらっしゃればぜひたくさん広めていただければと思います。ありがとうございました。